こんにちは。鶴巻温泉治療院の溝口です。エイズ感染と発症の間のことです。エイズウイルス HIV に感染すると、1、2週間後に風邪にかかったような発熱や喉の痛みが現れますが、2、3週間でこれらの症状は一旦収まります。これは免疫機構が働き出し、中和抗体や細胞性免疫によってウイルスが 血中から排除されるからです普通のウイルス感染ならここで終わり発症はなくなりますが HIV は遺伝子の組み込みという性質を使ってヘルパー T 細胞の中に生き残りますこの後、4、5年から長い人で10年以上抗体陽性のまま無症状に経過します以前はこの無症候期 HIV は 細胞の中でおとなしく眠っていると考えられていましたが、今は研究の結果、この期間も HIV は細胞内で自分の複製を作り続け、その数は1日に100億個に上ることが分かってきたのです。感染したヘルパー T 細胞は、HIV の作用と免疫機構の標的となって、敵からも味方からも破壊されていきます。宿主側は、 失われたヘルパー T 細胞の再生に薬金になっていますがゆっくりとヘルパー T 細胞は減少していきますつまり、宿主がまた抵抗できる力が残っている間が無症候期なのです HIV はとても変異しやすくその確率はウイルスが1回複製されると必ず1箇所は親ウイルスとは違うというくらい高いのです エイズ発症後の後期の変異ウイルスは無症候期の時のウイルスに比べて増殖力細胞破壊性病原性どれもが強くなっているので初期の抗体は役に立ちませんこのことがワクチンや抗エイズ薬の開発を困難にしているのですでは本日のお話はこれで終わります。